ビアイングループ梅田に来ております。梅田に来ております。1121こっちですね。すごいですね、こんな繁華街にホテルあるなんて。 JR 西グループらしいです。ここはビアイン、ホテルビアイン初めてです。今7時過ぎぐらいですね。あ、いいですね、角ですね。1121、今日お世話になる部屋でございます。1121です。カードキーさせなくていいのかな、これ真っ暗でよくわかんない。あ、ここに刺すんだね。あ、こんな段差があってフローリングで、見てくださいよ、シックですね。ねえ、玄関もね結構広いんですよ。いや、暑い。で、こんな感じになってます。ここですんでね、角部屋いいところですよ。広いです、一番広いですね。このル11階なんですけども、ここの中ですごいですねこれ。で、なんか通常10時までなんですけど、チェックアウトって。なんか大阪の方、大阪市民の方は11時までとかやって、免許証提示して1時間無料で11時チェックアウトということでいただきました。嬉しいですね。なかなか、十分ですね。こうやって23平米ですかね、23平米で、ここにテレビ、50インチのテレビらしいんですけどもついてましてね、え、なかなか素敵じゃないですか。で、ここ窓、観覧車が見えます。いいですね。ああ、ここはいいわ。ラウンド1、これはドン・キホーテが入ってるんですけども、で、ヘップの観覧車が後ろに見えます。ああいいですね。なかなか、これ左側がこっち側か、駅なんですね。阪急見えてますんで、こっち行ったら西中島、新大阪とかで、これ阪神高速ですね、ビュンビュン走ってますけど、で、この下にもうここ商店街があるんですけども、すごいな、こんなところにホテルできたんだね。綺麗ですね。こんな感じです。で、鏡がね、大きいのいいですね。こうやって女性の方にとってはこうやって化粧ね。で、ベッドルームでかいですね。これもうキングですね。シングル2つくっつけたらキングベッドね。素敵ですね。
なかなか。で、エアコンは自分で入れないといけないですね。暑いんでちょっと24度しましょうか。これで今日は、プランがですね、まあもともと安かったんですけど、ポイントとか溜まってんのを引いてもらって結局8300円かな。しかも2人でです。どうでしょうか、このグレードで。こんなソファーもありの観覧車も見え、高速も見え、ねえ、最高ですね。窓ちっちゃいけどね。えこんな感じで、ハンガーもちゃんと、スリッパもこういうスリッパですね、なかなか。で、あとは、あ、素敵ですね。こうなってます、トイレ奥、ね、で、あと洗面所、いいんじゃないですかね、なかなか。で、あとお風呂場、お風呂広いですね、なかなかいいんじゃないですか。お風呂こんな感じでゆっくり、疲れますね、これ広い、嬉しいですね。ゆっくり入りたいと思います。太郎チャンネル、ツイッター、インスタグラムやっております。それではご視聴ありがとうございました。 Next time. Yeah.